こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら、ジルジャン系カスタムのスペシャルドライトラッシュチャイナ18インチのご紹介です。白井ミュージックでは個体差対策のため、こちら今からシンバルセッティングしてで、演奏します。でこのシンバルを販売するためにですね、こちら、インフォメーションバーですね、丸 i というところですね、こちらを押していただきますと、このページ、このシンバルの販売ページに、リンクされていますので、このシンバル気に入ったなと思ったら、もしソルドアウトしてなかったらぜひぜひ、ポチッとしていただけたらと思います。ではですね、このシンバルの音聞いてみてください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。まあね、チャイナっすね。穴が開いたチャイナのサウンドですね。チャイナの場合ってこうやってセッティングする時とこうやってセッティングする人といると思うんですけれども、まあカスタムスペシャルドライは、片面結構ね、こうドライな感じの見た目、黒い見た目で、こっちが結構削ってるって感じなんですけど、こっちが両面ともね半削りみたいな感じになっていて、そこも面白いですね。このシンバルの特徴というよりも、まあ、チャイナシンバルというもの自体が、世界的に考えると日本がね圧倒的にシェアを持っているみたいで、チャイナシンバル好きな、民族である僕ららしいです。でもやっぱりこの形とセッティングがこう派手にこうねガシャガシャンってするっていうのも含めてですね、とても面白いと思っています。で結構ね高さもあるシェイプで音量もね、聞きやすいので、もしねちょっとこう普通にこうトラッシュクラッシュとかだと物足りないだろうなと思う方はですね、この辺りであればまあこうグシャーンってこう自分にも返ってくるので演奏しやすいかもしれません。その辺りも含めてですね、こう演奏した時のなんか充実感が欲しいみたいなところがね結構チャイナってあるんじゃないかなと、こうアクセント出した感みたいなねが自分に返ってくるっていうところがあるんじゃないかなと思っています。とてもね、まあそっか、18インチのクラッシュの上にこれポンと置いても、いいかも。結構この高さがあるんでちょっと置いてみようか。よいしょ。あ、全然いける。そうですね、18インチはクラッシュはこうベルが高いことが多いんで、そこを十分ね持ってってくれるというところで、重ねにしてもいい感じになりそうです。ということで今回ご紹介したのはジルジャン系カスタムスペシャルドライトラッシュチャイナの18インチのご紹介でした。白井ミュージックの白井としみつでした。